山形新聞の登山パーティーは10月12日から14日、本県と秋田県にまたがる神室連峰を縦走し、秋山の魅力を取材しました。神室の山の水清し、開拓農家の蓋があって、神室の水にみそぎしてっていう歌詞があったな。かぶせて、やったんじゃないかな。見えてきたぞ。まもなくだね。でもあれ、小屋の感じ見ると、色づきしてますね。